それにしても結局くす玉は割れないままだったのね。いくら引いても全然動かなかったのよ。案外気を抜いた頃に割れちゃったりして。うわぁ、はあ、本当に割れちゃった。びっくりした。ま、楽しそうだし結果オーライか。この T シャツ、いいかも。おお、ランに合いそう。モカちゃんはこっちの色違いにしようかな。まあいいけど、帰り見に行こっか。今日は打ち上げ花火を作ろうと思うの。すごすぎる。どんなのにするの？ミッシェルのお顔の花火よ。そうだわ、サーヤのためにパンの花火も作るわね。それモカも喜びそう。今日から MFO とアイスのコラボだね。武器のシリアルコードが入ってるんだよね。ネクロマンサーの武器当たるといいね。もしウィザードだったらリンリンにあげるね。あれ、その腕のとこ日焼けですか？ランちゃんたちと海に行ったらいつの間にか。よかったらケア用のクリーム貸しますよ。よく聞くもの、千里さんに教えてもらったんです。あ、パンとラーメンって意外と合わない。合わない。心さんの周りには黒い服の方がいますよね。時はいつも助けてくれるのよ。あの方たちはきっと忍者です。忍者？そうだったのね。今日の反省会何頼もうかな。私はグラタンにします。私はパフェとポテトかな。私はパスタとポテト。私はポテトと。気を使われてる。モカちゃん、ラスクあるけど食べる？食べます。モカちゃん的にラスクはパン？パン寄りのビスケットですかね。怒ってる。どういう意味？これから考える。はぐみ、今日ね、ホームラン打ったんだ。おー、おめでとうございます。カーピューン、ボーン。ねえ、感じだったよ。ちゃん寝不足？昨日の夜テレビで面白い映画やっててつい。はあ、今日バイトか。今週シフト多いの？そうなんですよ、明日もあって。あんまり働きすぎると体に良くないよ。ひーちゃんつぐってるね。来週はちょっと減らそう。ランちゃんっていつもかっこいいよね。別に普通だよ。その受け答えがかっこいい。マヤさん、今日一緒にご飯を食べませんか？
もちろんです。どこに行きましょうか。この前、美味しい和食のお店を見つけたんです。心はいつも元気だね。もちろんよ。元気は笑顔の源だもの。そうだね、私も見習わなきゃ。ミッシェルだよ、抱きついちゃダメだよ。もう抱きつかないよ。ふっふっふ。どうしたモカ。ポイントカードもうすぐたまるんだ。まだまだ話し足りないな。じゃあ場所変えてもう少し話そう。つぐみの家借りても平気？もちろん。いつもありがとうございます。ココロって髪すっごく綺麗だよね。そうかしら。よくわからないわ。そうなんだ。手入れの秘訣を聞こうと思ったんだけど、残念。お芝居をする時のコツはありますか？コツは役を理解することだね。そうすれば忍者や武士、動物だって演じられるよ。武士に動物まで、すごいです。ウサギ王国に行きたい。え？ウサギ王国、ウサギがいっぱいいるお店。なんだ店か。よかった。リサさんっていつも休憩中ミナトさんの話してますよ。そう。